アマゲイ DJ。 Yeah, 朝まで回し続けて Play you don't stop 止めないで Drop it改めまして映画女子校監督キャストの皆さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それではまずは一言ずつご挨拶を頂戴します。では峯岸さんからお願いします。はい、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。高橋克樹役をやらせていただきました峯岸みなみです。そうですね、もう見ていただいた後ということで皆さんがどういう気持ちで今ここに座ってらっしゃるのかすごく気になるところではありますが、私たち全員妥協なく一生懸命作ったこの映画が皆さんの心にね響いていなければこう私たちの努力も報われてないことと一緒ですので、この女子校をもって努力は必ず報われるということをね、私たち、証明してみせたいと思いますので、そのためにも皆さんのお力が必要です。ぜひ少しでも気に入ってくださっていたら、周りの方に伝えるなり何度でも劇場に足を運んでいただけるといいなと思います。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。早速名言が飛び出しましたね。では高田さんお願いします。はい、立花美冬役をやらせていただきました高田里穂です。今日はもう皆さん見ていただいたということで、ちょっとこれから何を話したらいいのか逆になので裏話とかを話していけたらいいなと思います。先に言っておきますけど、あの美冬のことは嫌いでも高田里穂のことはちょっと嫌いにならないでほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では泉さんお願いします。夏美役の泉春です。私の初めての出演した映画となる女子校ですが、こうして公開を迎えられて嬉しく思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では中山さんお願いします。峰藤貴子役を演じさせていただきました中山えりなです。初日を無事に迎えられてとても嬉しいです。上映後にこうやってお話しするのは今日が初めてなので、みんなと一緒に裏話たくさんできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。では続いて北山さんお願いします。はい、内田恵梨香役をやらせていただきました北山しおりです。劇中では髪が茶髪ですごいロングだったんで、今バッサリ切って短いんですけど、わかりますかね。今日は最後まで短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして総川さんお願いします。はい、皆さんおはようございます、こんにちは。どっちですかね。見終わっていただいたということでどうでしたか。ありがとうございます。今日からいよいよやっと女子校が公開ということで、すごい嬉しい気持ちとちょっとした恐怖心を抱えながら今日を迎えたんですけど、見終わってまあちょっとはい良かったなと思います。また良かったなって思ったらこう何度でも来ていただいていいので、ぜひ皆さんでこの映画を広めてください。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして牛尾さんお願いします。川崎智香役の牛尾美香です。こんにちは。私は劇中ではメガネで三つ編みで、なんかちょっと今日は大人っぽく仕上げちゃったので、なんかわかるかなという感じです。でやっと皆さんに見てもらえて怖いけど、これからたくさん感想をいただいていい作品になっていけばいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして富田さんお願いします。おはようございます。矢沢亜希役をやらせていただきました富田亜美です。土曜日の朝10時からという貴重な朝早いお時間をこの女子校のために皆さん使ってくださって本当にありがとうございます。私たちもすごい心待ちにしていた初日なので、こうやって皆さんと一緒に
この時間を過ごすことができてすごく嬉しいです。今日は短い時間ですが楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして山本監督お願いいたします。監督の山本幸喜です。今日はお忙しい中お越しいただき本当にありがとうございます。初日こうやって皆さんに見ていただいて初めて映画が完成したんで、この瞬間、この映画女子校というのが完成した瞬間だと思います。本当にありがとうございます。いよいよ公開初日を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。迎えたと、うん、もう解釈してよろしいんですよね。これはそうですね、はい、もうこれは迎えたと言っても過言ではないですよね。はい、迎えました。間違いなく迎えました。はい、はい、そうですね。本当にもう自分がまさか映画の主演をやらせていただくことになるとは本当に思っていなくて、今でも本当に数ミリまだ疑ってる部分もあり、まだ疑ってる部分もあるので、今でも信じられないぐらいとても嬉しいんですけど、本当に初めての作品がこの女子校で良かったなとすごく思っているので、その気持ちがぜひ今日伝わればいいなと張り切って喋りたいと思います。はい、ありがとうございます。でも本当に皆さんのチームワークの良さみたいなものがやっぱり作品からも、ね、伝わってきますものね。いやちょっと今みんなまだ猫かぶってますけど、本当にそれぞれね癖のある女の子で、それが一つになった時のパワーはすごいなと、きっと監督も大変だったと思うんですけれど、はい、その女子の、はい、若い力が伝わればいいなと思います、ね。はい、ということなんですけれども、共演なさった皆さんからご覧になって、まあ、主演の峯岸さんってどんな方でした？どうでした？もうなんかちょっと嫌なんで、自ら語りますか？ちょっと嫌なんで、うん、何ですか何ですか、みんな多分気使うんで、ちょっとお題を変えて、はいはい、うん、峯岸みなみの直してほしいところにします。直してほしいところ、あ、もうあえてそこに突っ込んじゃうんですか？いやもうなんかみんなが緊張して全然挨拶良さ出てないなと思って、うん、あ、でもそれはさすが、ちょっと硬いよと。さすが主演女優、後ろ硬いぞ、ちょっとよく見てらっしゃる。ちょっとあるので、なんかちょっと、うんうんうん、あの時ああだったよとか、はい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 、もうちょっとこうの方がいいんじゃないとかっていうアドバイスがあれば、うん、私は叱られて伸びるタイプなので、ぜひダメ出しをねいただけたら、まあ、ちょっと褒めてくれてもいいんですけど、いい塩梅で皆さん、うん、よろしくお願いします。いい塩梅っていうのがまたちょっと難しかったりもしますけどね。自由に発言してください、ありますか直してほしいところ。あ、じゃあ自由に発言しちゃっていいんですね。早いなそういう時だけいいよ、いきなりタガが外れてきましたよ。そう、撮影中もある程度仲良かったんですけど、うん、まあ、終わってからの方が仲が良くて、はい、普段から結構会うんですけど、うん、何怖いな何を言うんだみーちゃんはね、すっごく面白い。私の中で、あ、待って、それ逆にそういう落とし込みパターンですよね。あ、さらにハードル上がった感がね、うん、そう、うん、皆さんがいると逆にすごくいい峯岸みなみが出てる。うん、だけど二人の時は結構ひどいですよ。さっきも裏で私がずっと見てただけなのに、顔やめろよとか言われてすごい顔だったんだよ顔やめろよとか人に言いますかじゃあちょっとそういう発言にね、はい、ちょっとそれは気をつけた方がいいと思います。